本の世紀は、日本の労働運動家、NPO 法人、ポッセ代表理事、ブラック企業対策プロジェクト共同代表、学位は博士、労働社会学や労使関係論を専門とする、宮城県仙台市出身、仙台第二高等学校を経て、中央大学法学部卒業。中央大学では、労働法を専攻し、同学部時代に、NPO 法人、 ポッセを立ち上げた。一橋大学大学院社会学研究科博士、家庭修了、博士。労働問題の研究のから、若者からの労働相談に関わり続けている。労働相談の経験と労働政策研究の知見から2008年から雑誌、ポッセを発行しているほか、多数の著書を世に出している。また、経済雑誌。 ローム、人事雑誌等に多数論考を寄稿しているほか、行政、大学、弁護士会、労働組合などで頻繁に講演活動を行っている。2013年には、公明党の国会議員団への講演、民主党の幹事長との対談等を通して、各政党関係者に対しブラック企業問題について告知し、また厚生労働事務次官から勉強会の依頼を受けるなど、 日本国政府のブラック企業対策の実現に貢献した。2013年9月からはブラック企業対策プロジェクトの共同代表にも就任し、現在もブラック企業問題に精力的に取り組んでいる。2013年6月、著書であるブラック企業日本を食いつぶす妖怪の記述に関し、ユニクロを運営するファーストリテイリングから法的措置を伺わせる。 警告状が出された。2013年12月には、ブラック企業が、新語、流行語大賞の2013トップ10に選ばれ、受賞式で、ブラック企業について、社会問題だ。と述べた。また、同年同月20日には、同書で、第13回、おさらぎ次郎論談賞を受賞。2014年から、ヤフーニュースオーサーとして活動し、多数の労働。 貧困に関係する記事を執筆している。労働、貧困分野のみならず、AI や外国人や中高年フリーターなど最新の問題についても積極的に実態を調査し発信している。NPO を組織基盤としている点や、弁護士、人事コンサルタント、福祉関係者など幅広い分野の人物と共同して取り組む姿勢が 実践家の特徴として挙げられる2015年7月、今野と東京大学大学院の本田幸教授らが記者会見を開き、事実に反し、彼らの名誉を傷つける内容の誹謗中傷メールが関係者に送られていた旨の発表をした。この問題について、警視庁小グ警察署は同年6月、名誉毀損の疑いで、神奈川県横浜市の30代自称フリーデザイナーの 男を書類送検している。2014年10月、今野らが名誉毀存在で、警視庁に告訴していた。男は2013年5月、実在するコンサルタントを名乗り、今野春樹震災をかかるとポッセに注意。特定非営利活動法人ポッセ及び、同法人代表理事である、今野正規は、特定の政治団体、セクトと関係しているが、その事実を否して、 活動を行っているカルトの広告等、本田幸教授などと記した電子メールを、本田の所属する東京大学の教授ら52人に送信するなど、NPO 法人ポッセと2人の名誉を毀存した疑いが持たれている。国訴後に明らかになった被害実態も多く、これらの電子メールは、コンノの所属する大学院の研究家、コンノらの講演を主催した団体や、 テレビ番組の共演者、コンノの著書を出版しようとした出版社など100件以上にわたり送られていた。コンノやポッセが不信感を抱かれ、コンノは日本科学者会議への加入を拒否されたこともあった。また、男はインターネット上にポッセは審査欲、コンノ氏は過激派などといった書き込みがなされているまとめサイトを複数作成し、そのハイパーリンクを コンノの所属する大学の研究者やポッセと接点を持った団体、研究者、著名人などに送り、アフィリエートを稼ぐなどしていた。上記の電子メールやまとめサイトについて、記載事項は事実無根であり、コンノ、ホンダ、ポッセは特定の政治団体、セクトとの間には何らの関係のない旨の声明が出されている。ヤフーオーサー記事オンライン記事、寄稿。 ありがとうございます。